シェア1っていうのが有名なんですけど、すごく濃いです。夏にはもっと濃いのタープです。編集もご自身でされてるんですよね。編集自分でしてますね。編集が一番楽しいですね。これはなんか Vlog みたいな動画でバーって日々なんか撮りためたやつの動画なんですけど、はい、もうコメントになんかハートマークとかつけるのも全部自分でやってるし、自分で撮って自分で編集して自分で上げるまで誰の手も加わらず。お湯が沸くのを待って沸きましたね。熱すぎましたね。熱すぎました。ザ・ロケみたいな感じになるのが嫌で、はい、さあ始まりましたとかいうのがもう恥ずかしくって、はい、淡々と作って後からナレーション入れたら恥ずかしくないから、はいはい、まあもうやりたいようにやるっていうのをポリシーにやってますけど、回らんかっても別に誰に文句言われることもないし、まあそういう意味では楽やし楽しいだけというか、はい、もうキャンプしてるのも楽しくて撮るのも楽しくて編集も楽しい。そうなのよ。こんなええ趣味ないなと思って。小さいんですけどこれちっちゃい？だからもうほんまこういうほんまキャンプとか来るともうテンションがもうめちゃくちゃ落ち着いてもうてるから、うん、もう自然と振ってんやろうな多分。魔法使いみたいですね。そうやな。そろそろご飯作ろうかと思うんですけど。今日はもうかなり簡単にお肉焼いて、あとカレーを作ろうかと。一応こっちに大体調理系のものが全部入ってるんですけど、この辺全部自分で作ってるんですけど、自分のブランドがあって、これも宇宙が作ってるやつなんですけど、包丁が収納できる、ここ マグネットでピタッと引っつくんですよ。まあ、この包丁もうちが作ってるんですけど。で、徳井さんのアイディアで商品作ってるってこと？そうですそうです。なんか自分で使って使いやすいものが欲しいなと思ってもう作ってしまおうということで、あとなんか物を作ったりするのもなんか結構好きやから、なんかいろいろこう工場とやり取りしたりとか。もうご自分でやられてるんですか？全部やってる。工場探しから全部やってるなんかこの包丁作るのもなんか岐阜の関市っていう刃物の町で作ってるんですけど、刃物屋さんまで行ってデザインとかこういう風にしましょうとかいろいろ切れ味とかどうしましょうみたいなのをいろいろ打ち合わせして、で発注かけて作るっていう。完全に業者よ。ほんまに完全に業者そうなんですよ。一人やからね一人で「うわー」とか言ってたらおかしいでしょ。いや、心の中ではめちゃくちゃ思ってんのよ。うわめちゃくちゃうまそうって思ってんねんけど、この瞬間喜びねじゃあちょっといただきますね。この自分でやっててなんか食ったりとかして回ってへんかった時がめちゃくちゃ虚しいんですよね。誰かおったら「うわ回ってへんかった」とか言えるけど、一人やからっていう舌打ちしてもう一回やるっていうね。感想いただいてもいいですか？めちゃくちゃうまい。ほんまもう結局ただ肉焼いただけのが一番うまい。これやってるとまあ、それこそ東京港区とかでなんかまあ高い料理屋さんとかもいいけど、別にこんなんさそんなお金かからへんし、ちょっとこっちの方がええなって、やっぱりなんか価値観が変わるというか、全く無趣味な人やったんですよ。だからほんまなんかもうほんまに仕事が趣味みたいな感じやって、それが今こんな趣味に囲まれて、年齢なんかな、まあ、年齢もあるかもね。なんかカレーを一応うちのカレー、自分が作ってるカレーです。家では料理とかされるんですか？家で自炊めっちゃしますね。今日はもうキノコ、竹のキノコカレーにします。こういうのちゃんと美味しくやっとかんと。美味しそうに。美味しそうでしょ。完成です。いただきます。深いんですよ。すんごい熟成されたような味なんですよ、これ。めっちゃ汗かいてますね。そうなの、俺飯食うと顔だけ汗かくんよ。だからこのカレーがすごい辛いわけじゃなくて、基本飯食ったら顔に、この顔のセンターに汗かくっていう、そういう体質。マジでうまい、ほんまに。幸せですよ。キャンプで肉焼いてカレー食うってもうこれね、最高の趣味なんですよ。しかもこの趣味じじいになってもできるっていうね。ちょっと寂しそうな感じかなって思ったら、あまりに楽しそうすぎて寂しそうな感じを小バカにしようと思ってきたんやろ、どうせ。残念でしたな。楽しいですよ。ちょっと思ってたのと違いました。あれ見た？チャンネル登録お願いします。